どうも、アクシャドのタクです。ということで、今回の曲は相方に内緒で沖縄旅行をプレゼントしてみたということでですね、今日なんですけども、以前ですね、6月12日ハイテクの誕生日だったんですよ。毎年誕生日企画といって、なんか1万円分食べたりとか、好きなだけ使っていいよみたいな企画を毎度恒例でやってたんですけど、今年はなかったんですよね。皆さん気づいた人もいるかもしれないですけど、実際ではね、そういう曲やらなかったんですけども、今回サプライズということで、沖縄旅行に明日行きます。はい、今なんですけど、7月4日ですね。7月5日から2泊3日のね、沖縄旅行というなら、撮影なんですけども、でも旅行じゃないですか。沖縄なんて俺ら多分高校生以来なんで、最後に行ったのがね。なんで今から相手に、もうこれサプライズです、明日沖縄行くよみたいな感じで相手くんに伝えたいと思います。はい、で今日はね、ちょっといろいろ買ったりしようかなとか思ってます。はい、じゃあ早速相手くんにサプライズしていきたいと思います。それでは行きます。なんだよ、ついそかよ。なんだよ、私は編集中だよ。これからなんですけども、家系ラーメン20杯食べきるまで終わりません。終わってんだよな、もう。タク、スパンスパンスパンだよ。二郎ラーメンやって楽しかったもん、あと2年は必要や。二郎ラーメンであの時間かかり、10時間ぐらいかかる。20ということでですね、林さん、強行突破？嘘です。それは嘘なんですけども、おう明日から沖縄に行きます。お前が行くの？いや、旅行で。旅行？かっこ撮影で。まただよなあ。ちょっとわからない。サプライズです。ちょっとわからないな。サプライズ。ちょっと待って。明日。規模。明日ね。明日？ちなみに明日から200いくか。うわあ、お前さ、喜べよ、思ったよ。ちょっと待って。ちなみに、あれだからね、その撮影費はあれだけど、この旅行は全て僕のプレゼントなんで。なんで？なんで？何？今年誕生日企画やんなかったじゃないですか。おお、毎年恒例だったじゃん。はいはいはい。普通の感じでなくなった。いや、まあなんか、ぬるっと終わったからな、俺の。お前の誕生日来て終わっちゃったんで。まあその代わりね、僕の誕生日はなんかあるかなとか思っちゃったりしちゃったりするんですけども、まあ沖縄旅行ちょっと俺ら高校以来行ってないし、いや行ってないよ。今年ちょっといろんなとこ行こうっていうのもね、そう、まあまあお互い行ってたんで、まあもう半年終わっちゃうんで、明日から、まあ夏だし沖縄に行こうっていう話ですよ。まあ、マジ？はい。沖縄？沖縄よ。全然ちょっと現実味がなさすぎて。大阪じゃないから。大阪じゃないんだ。もうもっと果てです。飲み込めないよね。まあ明日だからね。いや、そこなんだよな。明日なの？いや、まあ別に、なんか準備するものっつっても特にないけどさ。まあそう、今日、その準備とかあるじゃないですか。さすがにね、今から沖縄行くよまでは俺は鬼畜じゃないです。まあそれやったらさすがに怒っていいと思うな。なんで、これから、南国じゃないですか。イメージは。まあ、あったかいというか、もう激アツだろ。まあ今も30度超えてるんですけど。まあちょっとアロハシャツみたいなやつとか、ほうほう、それをちょっと揃える Vlog みたいのをね、撮ろうかなと思います。なるほど。ちなみにそれは何ですか、プレゼント？無理だ。え、あれさ、そこは無理でしょ。お前彼女じゃねえから。彼女だったら全部出してる。いや彼女じゃなくても沖縄に出してる時点で頭おかしいんだけどな。明日朝早いんで、フライト8時なんで、5時起きとかなんで。いや、まあでもなんか大阪もうちょっと早かったかな気がするからな。じゃあ準備して向かいましょう。はい、はい。じゃあね、古着屋行きたいんですよ。まあその前ちょっと腹ごしらえもしたいんで。そうだな、お腹空いてんな。どうしますか。曲座ちげる。曲座つ、あ、うわ、めっちゃ食いたいのあった。何？うどん。うどん。え、微妙。丸亀うどん。いや、そもそもね、そもそもあんまないうどんが刺さってないだけね。この暑さかじゃなくて、お前、なんで実は丸亀うどんだろう。今ちょっと第一候補うどんでいこう。サイゼリア。ファミレスないんだよね。もうね、もっとファミレスとご飯はもう無理だな、俺。撮影すぎて。
いやそれ言ったらラーメンとかそうだろうって言うかもしれないけど、いやそれはまたな、なんか違うんだよ。一旦ペカらせて勝った金額ってのはあーですけど、確かにね、ありだね。5日前ぐらいに俺7000円負けてんだよな。あ、言ってんだお前言ってんだ。なんかあの編集終わって無敵モードになって、そのなんか、うん、こう溜まった何かストレス的なのをぶっ放そうと思って言ったら7000円ぶっ放したの。気づいたら30分で7000円ケース。あ、何が起きた。え、もうこのまま16号行ったらこれはうどんだな。うどんでいいんだ。もう完全になんか今もう、うん、近づけば近づくほどうどんの口になってきてるわ。ちょっと前まで俺らあの風邪ひいてたんで。あ、そうなんだよ。もう治ったんですけど、若干ちょっと今鼻声なんだけどね。夏風気をつけてみんな。ほんと気をつけて。クーラーほんとやりすぎ注意よ。ほんとそう、やばい。まあ俺ら病院行って PCR までわざわざ受けて7000円もそれで消えたんだよバカ野郎。ほんとにな、紙1枚が3000円だと。よし、2件しました。いや、これはトラダ醤油でザルの波です。ちくわとかき揚げ、うん、いただきます、いただきます。今朝欲しいのあるんですか。何が今日。ああ、まあ、サッカー新調したいし、あと今ちょっと考えてんの短パン。あら、ちょっとね、そのこの暑さでこれだから、うん、まあせめて1枚はどっか1日だけでも短パンであるとだいぶ違うかなと思うから、なんか全然挑戦してこなかったし。でかっ。かき揚げマジでかい。うん、甘っ。ちなみに400キロカロリーぐらいあるし。マジで沖縄って決まってるとなんか財布の紐緩くなっちゃう。なんかわかんないけど 今すごい浮き足だって俺が言うから。旅行ってそうだよ。まあ、ちには美味しいものたくさんありますから。そうだな。マクドナルドとかケンタッキーとか。いやサイゼリアもありますからね。うん、最高だよな。そっちの方しか食べれないもの食べたいね。あっちではサーティワンがあるらしいよ。へぇ、こっちはブルーシーが有名じゃん。あ、嘘でした。じゃあとりあえずこれから柏に向かいます。柏に行けば何でも揃うっておばあちゃんが教えてくれたんで。ええ、柏に行けば全部全て整います。これから柏に向かいたいと思います。はい。さあ、柏来ました。いやいい天気だね。多分この気候より暑いと思いますよ。いやでしょう。どうなん、なんかさ、海近いから風とか気持ちよく吹いてそうだけどね。 YouTube 的にはそれ一番怖いよね。海風一番ハマる。一番うるさくなるからカメラが。え、ほんと高校ぶりだもんね。そうよ。高2だっけ。高2だから17の時か。7年目になるかな。やばいね。7年だって俺の彼女いない歴と同じだ。そうじゃん。実質沖縄ってお前の彼女か。そういうこと。元カノに会いに行きます。ちなみに俺も沖縄旅行で元カノと写真撮りました。まだ付き合ってないですか。まだ付き合う、ほんと付き合うとかのレベルじゃない。もう喋れないレベルの時。そう、友達が悪ノリで電話してタクが写真撮りたいって言ってんだけど撮ってあげたよみたいな。この間どうなりですか。あ、そう、りょうた。で、俺がお、何してんだよみたいな。でも内心嬉しいのよ。はいはいはい、はい、で、女子寮と違うからその階段、うんうん、で、階段のとこに行って、うん、写真撮って、その時もパーって言って撮って、あれじゃん、終わりってエゴいね。話さないんだ。話せない話せない。いや、恥ずかしくて無理だったもんね。いや、まあまあ、そんな沖縄ウィーウィーですわな。修学旅行でした。俺は仲良い友達と部屋が違って、うん、夜、まあちょっと自由時間みたいな、うん、その友達会いに、こう、あ、そっち行くわって言って、ガチャって開けたら、むっちゃ陽気がいた。むっちゃほぼ集結、男女集結してる状態で開けた瞬間にそれ見てそのままそっと閉じ帰ったよね。余計パワーに負けちゃった。夕方頃にちょっと自由時間の時に「浜辺行っていいよ」ってやつだったから「みんな海行こうぜ」っつって行ってね。どっちにツイッター写真を見るのそれつながってきて、あ、そんなあったんだみたいな。俺はもうその時ずっと服にかぶってこうやってずっとスクースやつスクースやつと言ったら着きました。うまいな。ウエスビルですね。いつも行くとね閉まってるんですけど今日空いてるんで。やったね。ここ結構ガラシャツ系が多いんで行きましょう。はい、来ました。先ほどねちょっといいのあったんですけど、うん、一旦候補として隣にリベルトもあるんでちょっと一旦こっちでもう一回見ようかな。はい、入店させていただきました。今回も撮影許可をねいただいて、はい、ガラシャツの方、アロハシャツの方、ね、ちょっと探します。
い感じというか、まあ本当はねイメージカラーがベストなんですけどね。まあね、まあ、これぐらいさりげなくてもいいよ。あ、いや緑めっちゃ良さげの一般じゃん、ね、いやこれいいね。しょちゃん、しょちゃん、しょちゃん即決だよこれ。2000円よっす。普通に別に沖縄関係なくてしそうなの。安い、かわいい、シースルーです。エッティ一旦、まあ、プライベート兼コミコミで見ましょうか。これなんか他に買う気なんかっちゃパンツ、パンパン欲しいって言ってたでしょ。ちょっと見ましょう、見ましょう。ちょっとね、いろいろ間違えちゃってます。間違えちゃってますか。俺か、今回の間違いは君です。ちょっとやっちゃってて、まあ、一旦お会計入りましょうか。ハヤテ君、でも間違えちゃってない。ハヤテ君、今日は間違えちゃってない。今回はね、ちょっとやっちゃってますよね。まあ、今日は、まあ、3回に2回ぐらい間違えるから、あその1回が今日だったってだけね。タンパを買わせていただきます。じゃあね、ありがとうございます。はやてくん、違うところでシャツ買っちゃいました。この間ます、すいませんね。これ、お、4000円、今日安いね。もう安いっすよ、僕もっと駆け引きあったんだけど、お前から4000円なんてもう楽でしょ、出すの。なんてとか言うなよ。おー、よしよしです。じゃあ、順番に落ち着いてるんで、はい、まあ、普通に買い物ですね。そうだよね。そう、今日はシャツを探しに来たんだもんね。まあ、アロハシャツ、アロハシャツみたいな、ちょっと派手なやつが、はい、あ、これ何でしょう。4000円、安すぎる。安いね、素晴らしい。この色味を、あ、で、これがこれなんか増えてるね。え、これはデニムです。デニム、失礼します。すいません、こちらですね、2点で、ね、これ、いくら。3万円。インテージデニムフレアパンツ やってるね。大体2点、3万4千円でございます。やっちゃってるね。でこればっかりはもう夏をこれで泣きます。いや夏どころじゃないからね。もういやめっちゃ良すぎたんよ。生涯共にする可能性だって大いにありますから。いやすごい、もう毎回これやってんの。毎回でも脳汁出まくりよ。はい、じゃあ1枚まず進んでいきます。はい、ういー、やったね。3枚目ゲット。いつか3万円のヴィンテージもの30枚。一撃で一撃で無料でどうぞご提供させていただきます。それまでにね、1万円だって。いけんじゃね、俺ら2人なら。いや、いけるよ。売れれば売れるだけ ね、ここの来る頻度も上がりますから。つって来月にまた入れるでしょ。今はペースそうだけどな。まあ、そうだ。だから貯金が楽なんで俺ら。そうです。だから114円とかなるんで。皆さんも、売り入れて、たくさんヴィンテージから、本当に2000円とかで買える T シャツとかもありますので、ぜひ来てください。その際、後藤さんに聞けば全部案内してください。もうマスターだからね。お願いします。お願いします。お願いします。では、はい、はい、先ほどね、買ってから今日の動画のね、編集しないといけなくてですね、ここはいつも通りだ。ポッドキャストに来て編集します。まあ、これストリンクバトなんで。今日何しに来たんだっけ。とりあえず、まあ、今日の動画そんな長くないんで、一口食べて、一口食べて。おいしい、おいしい。まあ、とりあえず頑張って編集しましょう。頑張ります。はい、編集終わりまして、お疲れ。ただいま時刻7時半です。やばい、明日早いのにさ、こっからまだ荷積みとかいろいろあって、ちょっと編集もちょっとやっときたいぐらいなんですよね。お、沖縄で編集しないといけないってやばくない。ごめん、これサプライズというか、なんというか、ただの忙しくなっただけやからもしれない。でも楽しみでしょ。まだ実家ないか。いや逆に今ここまでのタイミングだと、ただただ忙しい日々が来るっていうのを震えながら待ってる。まだ行ったらテンション上がるから。いや、行ったらテンション。行ったらテンション上がるんだけど。それまでがね。まああと飛行機嫌いだし、ね。そう。とりあえず、ハヤテさんユニクロ行きたいんですよ。ユニクロ行きたいっす。何買うんすか。このこれ。これ。エアリズム。あ、エアリズムね。汗っかきなんでね。絶対、まあ、やばいだろうね。買い出さないと沖縄やばいぐらいだろう。じゃあとりあえずユニクロ行きましょう。はい、無事に購入しましたね。ちゃんと買いました。で、ちなみにもう夜遅くてお腹空いてますので、ご飯時よ。そう、ご飯食べてこうということで、俺が松屋行きたくて、ハエテが米田コーヒーに行きたいと。行きたいわけだもん、行ってみただけだけど。別にどこだっていいの。え、どこだっていいの。じゃあ牛丼かラーメンだったらどっち食うと。牛丼かラーメン。うわー、ラーメン。あ、じゃあじゃんけんしよう。
お前に勝ったらラーメン。でもどのラーメン屋行きたいっていう希望がないから、あ、そしたら俺がピックアップする。そういうこと。俺が勝ったら牛丼。最初は牛丼。じゃあおとなしく牛丼食べましょう。いや別に嫌じゃないから。とろろく痛くて牛だし、これですよ。これが面白いぐらい美味しい。面白いぐらい美味しい。はい、さんはそりゃそうだよな。ちょっと食べたら待ちましょう。へえー、いやうまそう。一緒です。うん、これマジうまかったもんな。一番うまい。いただきます。結局プライベートでもいつも飯でも逆に何があるの。多いわ。俺らが今までお食いしてる店以外で何やってた。さすがにこの3日間って牛丼は食わない。本当に相手の牛丼なのか。怒られちゃった。せっかく来たのにチェーン店ばっかり行きやがってって。じゃあゆっくり食べます。さて今帰宅しております。8時半です。ちょっとさっき明日の予定をちょっと確認したところ4時起きです。4時間ぐらいしか寝れないのかな。まあでも飛行機の中で寝れる。あ、まあまあ2、3時間ぐらいある。あっちに着くの11時だから。あ、めっちゃベスト。ホテル行って荷物預けて特攻行ける。やば、沖縄か。でも浮き足なっちゃうな。ね、ハイサイだよ、ハイサイ。あっちのどういうのなんだろう、方言のその日常会話で使う。いやでも割とさ、その俺らが行った時さ、そんな中でさ、がっつり使ってるような人大阪とかより比べたら全然だ。普通に標準語だったじゃん。とりあえず、今から帰って荷積みを取ります。荷積みっていう表現合ってるの。ずっと気になってたんだけど、荷造りとかじゃない。荷造りか、荷造りで、あのね、その動画系の名前があるのよ。パッキング、パッキング動画か。パッキング動画、どこに需要があるんだよ、大阪。お前、それ言ったら全部そうだよ。いや、そうなんだけどね。じゃあ帰ってパッキング動画撮るよ。パッキング。はい、じゃあパッキングしたいと思います。さてどうしようかな。ここでっかいのあるんですけど、正直、まあ、持ってくものって服ぐらいしかないですよね。服とか化粧水ぐらいしかないんで、まあ、とりあえず服だな。服どうしよう。明日はあのシャツを着るから、あのデニム、買ったデニムでもいいんだけど、明日動き回るからちょっと動きやすい服のもいいんだよね。シャツどうしよう。この辺着たいよね。これ着よっか。これに合わせる下ね。はい、以上です。そんなになかったわ。とりあえずは俺はこれで終わりです。生えてはもしかしたら俺以外にあるかもしれないですね。じゃあ風呂入って寝ます。もうパッキングと言ってもですよ、もう簡単にあの服を詰めて化粧品とかそのやつパパパってやっちゃいます。なんか喋ることも特にないと思うんだわ。適当に詰めます。よいしょ。まあこれね、やるとね、下を切るやつ。これがスプレーやらマナラ、あ、マナラですね。これめっちゃおすすめですから、動画を上げてますんで、そちらから安く買えますんで、ぜひ。お、日焼け止め、お薬、ちょっと風邪気味なので、うん、まあこんなもんじゃろう。はい、パッキング終了。あとはもうあの細々のやつはね、あの化粧品とか明日準備してから入れるやつがあるんで、それぐらいでしょう。ということで、いきなり行きますよって言われた側がこの動画を締めるのもちょっとよくわかんないんですけども、明日から2泊3日ですね、沖縄に行ってまいりますので、ちょっと動画の方楽しみにしていてください。いっぱい撮るでしょう。まあ旅行という表現でやってるのかなって感じですかね。この連続して多分上がると思うんでね、明日以降沖縄動画が連チャンで上がると思うので、ぜひお楽しみにということで、沖縄楽しんでいきたいと思います。ではチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。あ、いきなり終わったね。それじゃあ沖縄編お楽しみに。バイバイ。風を切って走ってゆく希望の街へと、これより沖縄は国際通りトライアスロンを始める。待って、ほらこれハヤテが S だった時ほんと終わりよ。最高です。急ごう急ごう。お前体硬い割にうめえな。この辺って不動産ある。住む気だな。早いな、この一手で。
やばい。え、マジでワンチャン、乗れない。いや、ちょっと急遽回してます。ワンチャン乗れない。沖縄が行けなくなる可能性ちょっとある。